あのね、1998年に謹慎食らうじゃないですか、はい、1998年、なぜ謹慎になったかって、ね、はい、知りたい方はググってください。全部あるから。その時に小学校 1,2 年生だったわけでしょ、はあはあ、その時から僕はものすごく迷惑をかけてるんです。父親らしいことをしてやれなかった。そんな中で、ね、すくすく育ってあんな立派な青年生、青年になって別れてよかったね。いやいや、そんなことない。